ダメだ。このままじゃやられる。おい、お前たちの電流発生装置を全部俺によこせ。ボルタ、お前死ぬ気か？そんなことしたら。ああ、そうかもな。だがもう、それしか手はない。そんな。2種類の金属を接触させる。それで弱い電流が発生する。この間に塩水で湿らせた布などを挟めば電流は飛躍的に強くなる。そしてこの装置を2つ3つとつなぎ合わせれば電流の強さも2倍3倍になるか。そのはずだ。やばすぎる影だな。このまま死んじまうよりはマシだろ。ボルタ、お前いつか俺たちに言ったよな。たとえこの世界が滅んだとしても、まだお前たちには帰る星があるってさ。忘れちまったよ、な昔のことはよ。ボルタ、俺たちの帰る場所はここだよ。ボルタがいてみんながいるこの世界なんだ。どこの星で生まれたかなんて関係ねえ。この世界は俺たちが守ってみせる。お前ら死なせねえ。絶対死なせねえぞボルタ。好きだって言いやがってバカ野郎どもが。行くぞ。これが俺たちのラストエクスペリメントだ。合体パワー2倍。まだまだだ。こっちの分も行くぜ。くお、パワー3倍。ボルタ、それにこいつはあいつが残した分だ。受け取れ。あいつがお前たちの魂確かに受け取った。パワー4倍だ。いけー。超電池合体バッテリーザ・ボルカニック・ボルタ。2種類の金属を触れ合わせると電流が起きるよ。その間に塩水につけた紙を挟むと電流が強くなるんだ。そしてさらにそれを何個も積み重ねるとずっと強い電流になるっていうことをボルタは見つけました。これがボルタが発明した世界で初めての電池なんだ。その後たくさんの人が改良を重ねて現在みんなが使っている電池になったんだよ。ボルタやるじゃん、やるじゃんボルタ。